薬師丸ひろこさん、1964年6月9日、57歳ですね。東京都渋谷区広尾でが出生地で、出身地が東京都港区北青山です。身長154.5センチで、血液型 A 型。玉川大学文学部英文学科を卒業しています。代表作が「野生の証明」「飛んだカップル」「セーラー服と機関銃」「探偵物語」などですね。中学1年の時に角川映画第3弾「野生の証明」のオーディションで優勝し、高倉健との共演で1978年に映画デビューしています。主演した「セーラー服と機関銃」が大ヒットとして、デビュー曲でもある曲も大ヒットしました。その後、主演映画「探偵物語」「里見八犬伝」メインテーマ「W の悲劇」など歌う主題歌も立て付けに大ヒットし、80年代前半を代表する女性若手芸能人となってますね。2000年代に入ってもドラマ「木更津キャッツアイ」とか「1リットルの涙」、映画「オールウェイズ」、「三丁目の夕日」なんか話題作にも出演してます。1991年、玉置浩二と結婚し、その後離婚してますね。シャンプーの CM の「チャンディンシャン」の、セリフも大ブレイクしましたよね。本当、透明感のある歌声で、この方を見ると青春がフラッシュバックする人も多いと思います。本当に特定の世代の方たちに本当象徴的な女優さんなんですよ。だからもうずっと綺麗でいることは彼の青春にとってもすごく大事な感じなんじゃないでしょうかね。